あ、いいじゃないですか、うん、後ろこんな感じ。1300円、本当何これ。ちょっと違うか、エヴァンゲリオンに乗りそうな、エナミレイ、エナミレイになってるけど。最近メガネ好きなんですか。なんか最近私なんか目ちっちゃくなってないねえ、だからなんかちょっと隠すためにメガネしてんだけど、どう思う。まあね、前世紀よりはね。前世紀前世紀って目もっとでかいの。おけしく目ちっちゃくなった。うん、なんで目が開かなくなったっていうのはあるかもしれないです。あー、あとなんか目が悪くなった。まあそれもあってメガネかけてんだけど、しかもドダシなんだけどさどこのメガネなんですか。パイン。はい、はい、パイン。パイン。パイン。美味しそうなメガネですね。それパイナップルやろそこ思い出してるよさあ、はい、そんなことはいいんですよ、メガネとか。そう、メガネの話してないんですよ、はい、今日は何をしたいかと言いますと、はい、話題の激安インターネットショッピングサイト、はい、今さらインターネットショッピングサイトって90年代の始まった時みたいな。そうだね、ネットの初期みたいな初期みたいな言い方しなくていいんですよ。 Windows95 だったねどうぞちょっと古くなりましたけれども、はいはいはい、シーンですよ、皆さん大好きシーン、うん、めちゃくちゃ安いですよね。めちゃくちゃ安いよ、どうしようかと思ったもん。何が起こってるみたいな安さですよ、ね、あと買えば買うほど安くなるから、はい、今回ちょっと1万円くらい買ってみようと思ったんですよ、はいはい、全然いかないからね。で買ったわけですよ、1万円分。明智くんの分もね。そう、僕のリクエストでレディースの洋服2点もお願いしたんです。そう、あの、これを買った時に、あー明智の好みはこんな感じかって思った案外可愛いの好きなんだなっていう、うんうんうん、買ったのは明智くんが欲しい2個、夏用のピラティス道具、あとはあのセミナーでも話したんですけど白い闇タイツ。おー、ちょっと旬なアイテムってことですね。旬なアイテム、トレンドアイテムと、うんうん、私の中で今熱いハーフパンツの、うんうんうん、ブラックだったから買ったのかな、うん、あとはヘアゴム。なるほどなるほどなるほど。です。まずはですね、ハーフパンツですね、こちらになるんですけれども、 M サイズを買ったのかな。なんで買ったかって、うん、私さ、パリでさ、ダブルのセットアップの女の子を2人撮ったんですよ、はい、白い女の子と黒い女の子、はい、あれ見てからあのスタイルしたいなってずっと思ってた。じゃあめちゃくちゃ意味があって今旬で欲しいなって、私の旬、あああ、今トレンド黒の方があったから黒にした。黒ならそんなに外さないかなと思って。1368円、ほうほう、ランチねえ、あ、これだ、これか。 お、まあ縫製とかは荒いけどね、ここら辺のステッチとかステッチが甘いじゃないですか、ね、あ、荒かったりとかはするけど、うん、形的には今の形だなって感じ。あ、ちょっと欲しかったような形みたいな。欲しかった形ですね。悪くない悪くない。おうおうおう、後ろの処理とかも結構綺麗だよ。このタック入ってたりとか、なんか多分あのウエスト細く見えるあのラインを引いてあるなっていう、仕事はしてあるなみたいな。細かいこと言えばキリないけど、1300円でこんなの、こんなの、まあ確かにそうっすよね。そう、縫製とかも黒だからちょっと目立たないっていうのもあるね。よかった黒にしといて、白だったらちょっととかって言っちゃったかもしれない。はい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 。履いてみたらどうすか今。ちょっと履いてみようか、うん、ほいほいほい、おー、思ったより良い。 M 買ったのか、確か M だったと思うんですけど、すごいジャスト、ウエストとかジャスト M、 あー M で、うん、すごい綺麗じゃない。黒の色出しも良くない。綺麗な、綺麗じゃない、別に普通にね。え、あと後ろの形、お尻もスルッとなってない、うん、このライン良くない。はいはいはい。ちょっとシワがもしかしたら気になり始める可能性は あるね、うん、あるね。シワくらい自分でアイロンかけろって話じゃない。まあまあまあ、そうですね。1300円、本当本当後で、うん、これで使ってちょっとスタイリングとかしてみてくださいよ。してみる、してみる、はい、実際どん自分私服と合わせてちょっとやりたい服装あったからさ、ちょうどええ、うんうんうん、それじゃあ後編にしましょうよ。後編にしますか、はいはいはい。次じゃあ編みタイツ、白の編みタイツ、こんな感じの今本当に流行ってんだよ。もう老若男女流行ってる。パリでっていう話でしょ。パリで、うん、だってシャネルに来る顧客のマダムから、うん、ストリートキッズまで全部入ってたんだよ、うん、日本にも降りてくる可能性も多分もう降りてると思うよ。へー、うん、
アミタイツなんぼでも流行っていいですからね。アキチキン好きだもんね、はい246円。これは私何サイズを買ったかと言いますと XSM ってやつ。え、あ、しくった。違う、しくったぞ、俺しくったぞ。アミタイツかと思えば先っぽがない。あ、じゃあある、あるある、 あるけど、あ、ね、どうだった最初レギンスかと思ったの。あ、でもちゃんとなってるじゃないですか。なってるんだけど最後さ、こんなになってるから、え、履けるんですか。ちゃんとレギンスかなって思ったの。この足首だけかなって思ったんですよ、はいはいはい、こういう感じ、はいはい、と思ったら出てこない。あー、でも足の形はしてないってことですね。してないってことだね。あー、あー、こうなるわけだ。あー、なるほどね。まあね、まあ靴履いちゃえばわかんないけどね。脱ぎたくないっすよね。まあ網感はいいよ。ちょっと柄っぽくなってる。何柄とは言えませんが、ほう、満足度はどうですか。この値段だったらありかなって気はする。え、だってさ、普通アミタイツとか1000円とかに、1000円で、安くて1000円で2000、3000円するよね。しますよ。チャレンジアイテムですしね。まあ確かにね、そんな毎日使うものでもないし、いきなりお金かけんのもなっていう。まあこれでちょっと様子見て、使いそうだったらちゃんとしたの買うっていう感じがいいかな、うん、ああ次はですね、ロンパースを買っていました。なんか上も下も、はいはい、うわ、すごいっすねこれ。イエローの展示会行ったの。イエロー、はい、うん、靴の、そう、時に会ったモデルちゃんの女の子はこんな感じの着てて、で、あ、可愛いじゃんって思って、あんじゃんみたいな。おお、この前見たやつ。うん、なるほど。なんか質感がもうちょっとニットっぽいのを想像したわけですよ私。もうちょっとなんか素材感的にいいの勝手に期待してたから自分が悪いんだけど、はいはいはい、まあ、1200円くらいで期待するんだって話ですよ。私が悪かった。まずこのまま着てもいいけど、あのパンツとか履いてもいいね。素材は仕方なかった。あとシルエットが良かったらまあ許す、うん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 、あとはレイさんのスタイリングで魔法をかけてください。魔法をかけてイリュージョンでもかけてみますか、うん、じゃあこれからは、全国7人の明智くんファン、お待たせしました。明智の好みはこんな感じです。可愛い系ですね。いや、いいと思うんですよ。こういうジャンパースカート的な感じですかね。はい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 、なんかね、アウトドアシーンで着てほしい、うんうん、サイズはワンサイズで、お値段が高いよ、うん、1773円。1500円超えちゃった、どうしよう。なんかあれ、なんかもうちょっと濃い緑だったような。そうだね、もうちょっとカーキっぽかったような、シースルーみたいなコーデュロイっていうの、あの限りなく薄くした感じ。しかもちょっと写真より色も薄く見えませんか。すっごい夜会えばいいんじゃない、どうせ色わかんねえしみたいな、うん、はいはいはい。ちょっと着てきてくださいね。ねえねえ、どうしたした、幼稚園の先生だな。何これ、ちょっと違うか。私の引き出しなかった今まで。なんかシルエットもなんか厳しいな。このなんかこのシャシャ、これない方が良かったかな、こういう感じ、うん、てか絶妙な丈感じゃない。あとここもここが上の方とかだったらシルエットもちょっと綺麗に出たと思うんですよ、はいはい、足長シルエットか、はいはい、足を長く見せたいのか短く見せたいのかわからない絶妙な丈感。これもじゃあスタイリングで、スタイリングでいけっかな。こればっかりは皆さんちょっと私手に負えないかもしれない。そうね、そうね。さあ次はですね、はい、あ、明智くんの白シャツもあったって。ああ、後ろの方が開いているというこのシャツでございます。いいじゃないですか、そっから見えるなんかみたいな希望、インナーみたいな。あ、希望、そういうんじゃないんだ。希望、そんな夢の話じゃないです、現実の。まあ生地的にも薄そうだしね。そう、肌のをちょっと見せてもいいし、うんうんうん、なんかインナーで遊んでもいいし、こんな感じ。あ、でも思ったよりも大きくないよね。ダボっと切んのかなって、この感覚だと。はいはいはい、 M だの、なんだの、 M だった、 M ボタンで開けれます。これが後ろっすね。これが後ろ、上の上まで、ここまで開く感じですかね、はいはいはい、で、こっちは普通、ちょっとでも透けてる、うん、シースルーは今っぽいけど、こういうの着ても綺麗に見える人、あ、安いの着てるのって分かっちゃう人っているじゃん。あ、そういうこと。だからこれ人による。あ、これ結構難しいよ。今着てみる？着てみます。着れます？うん、ちょっとシワシワだから、そのシワの分は誰のせいでもないから回避するとして、はいはい、今のところね、うん、おー、いいじゃないですか。しかも着方もなんかブラトップみたいにしてる。ブラトップに着て、あ、いいじゃないですか、うん、後ろこんな感じ。はい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 、私着たらなんか思ったよりもちょっとダブ感出るね。
あーそうですね、シルエット変更させる必要があるなと思ったのでくるくるさせておきますけど、あとそのそういうメガネとかやっとくと、あ、小物とかでねちゃんとあのいや分かってますよかは出してあげといた方が、でもそっちデニムも別に悪くないな、うん、まあまあ普通にいけるんじゃないかなっていう感じかな。あとアクセサリーやっぱ大事ですかね、腕なり首なりっていう。あ、そうだねそうだね、何を着るかではなくてどう着るか、うん、勉強になるな、いい題材だし、いい題材でしたね。着れなくはないっすよ、いけてるとは思う、着れなくはない、うん、うん、後編で見せてくださいです。そうだねそうだね、うん、いいね。じゃあ他のものは、次はもう結構スポーツアイテム系かな私の、うんうんうん、半袖感欲しいなと思ってて、はいはいはい、こういうこの上下にしてみました。おグレーっぽい感じ、グレーとブルーで、はい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 、って感じかな。安い1677円、あ、上下で、上下で、うん、あとは生地感だよね、この値段だから生地感ペラペラじゃなかったらいいなと思いつつ、おお、生地感的には薄くもなく厚く、あ、ここすごいよ、ウエスト部分の伸び感すごいよ、こんな すっごい伸ばしてますけど、のなんか戻らなくなりそうで怖いんですけど、すごい戻る、お尻たぶん綺麗に見える形になってるんじゃない、かたどられてるような、そうそう、プリッと見える形になるんじゃないかな、着たら、着ましょう着ましょう、はいはい、これはいい、ほう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 、これはいいよ、ほう、はい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 、ねえ、しかもすっごい伸びるし、半袖なんですね、半袖、長袖タイプ持ってたからちょうどこれちょうど欲しかったよ、いいですね、いい、しかもすっごいここのその伸び感はすごいから、あ、さっき言ってた、そう、相対的にちょっと細見えません私、うん、こうギュッとしてくれてんの、後ろはこんな感じ、へー、お尻もなんかちょっとこう上がってるような、はいはいはい、目の錯覚に見えませんか、エヴァンゲリオンに乗りそうな、そうだね感じになってますけど、なんかあやなみれなみれになってるけど、なんか動きづらいとか全然ない、へぇ、全然ない、だって日本で買うと全然だよ、ですよ、ね、レギンスだけで8000とか9000とかすんじゃん、しますよね、うん、1個800やだよ、いやめっちゃ使えるじゃないですか、すごい、うん、そしてで、ロングバージョンも買っておりまして私、うん、1964円ですね、1964一番高い、こんな感じちょっとアスリートって感じ、はいはいはい、まずはレギンス、あ、まあちゃんとしてるわ、はいはいはい、あ、結構伸びもしっかり、うんうん、生地的には良いですよ、うん、で、あのほら見て穴開いてる、通気性もバッチリで、だんだんグラデーションでブルーからピンクになっていくと、後ろのデザインはさっきのやつと一緒で、お尻が綺麗に見える、はい、立体的に見える、うん、ちょっとこのシャーリング入った感じ、はいはい、で、まあ、上がこんな感じ、はいはいはい、ちゃんとパッドも入っております、うん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 、こうしっかりしてんじゃん、うんうんうん、で、こっちも網目、はいはいはい、網目、はいはい、しっかりしてんね、うん、じゃん、おー、じゃん、よくない、はい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 、よくない、なんか着てそう、もう着てそう、私も思った、はい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 、こんな感じ、へぇ、全然良いよ、うん、時間的、全然あのいい、値段からしてのペライ感じっていうのは全然ない、一応私でこれで S サイズ買ったのかな、はいはいはい、S でちょうどいいと思う、はい、お尻こんな感じ、あー、まあ全然すごいぴったりしてて、ね、ピリッと見れない、はいはいはい、ピシッとあのホールドしたいって感じで着たい人はあっち、はいはい、でもうちょっとこうリラックスしながら、はい、あのゆっくりあの体締めそこまで締め付けたくないなって人はこっちって感じ、8000円とか1万円とか使わなくていいよって感じ、だってどうせ汗かくもんなんだからね、まあね、うん、みんなそんないっぱいお金使うとこあるわけではないでしょうしね、そう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 、うん、また美味しいご飯食べてとか、うん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 、消耗品はこれくらいでいいような気がします。もう一個運動着でちょっとこれ大丈夫かなって思う、ちょっと心配な運動着がありまして、はいはい、このパンツが大丈夫かなみたいな、なんかペラペラじゃないのかなみたいな、あーなるほどか、こんな感じ、さっきの2つから見て生地が安っぽかった、テラってる感じ、はい、着たらまた変わるのかもしれないけど、うん、で後ろがメッシュでちゃんとパッドもついてるよと、パンツがその横のラインが、あ、違うのか、それがインナーみたいになってるんだ、インナー一部だけみたいな、パンツにパンツみたいな、あ、じゃあじゃあじゃあ、あ、ちゃんとまあここまでこれまでついてて1400円はすごいなと思う、そうですね、本当セットになって、もしかしてこの可能性あんなと思ったの、ペラペラ、うん、それ厳しいですよ ね、うん、だから自分で何かつけなきゃいけないのかなとか、はいはいはい、最悪の短いの、はいはいはい、ゴム丈のやつ一部丈、はいはい、着ようかなと思ったくらいだけど、ついてくるのはありがてぃ、じゃん、
水着みたいな。ね、はい、でも着たら普通だった。なんか着るまではちょっと ペライっていうか安そうかなと思ったら着ただけはそのもんだなってちょっとなんか健康的すぎる人が来たって感じ。そうそうそう。LA とかでさ。そう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 。あとこう結構キレが入ってるけどちゃんと一部のパンツだからこの辺は安心かなと。この結構しっかり伸びる素材。はい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 。うん、着心地も全然伸び伸びするから全然全然大丈夫。あとは靴下とかこんな感じ5足入り靴下。白ですか全部？全部白。同じもの。なんか白い編みタイツにこれ合わせたかったんで。はい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 。5足で。はい。194円。194円。どこの物価の話してるんですか。わからない。えこれだけじゃなくて1個これ190円でもすごいじゃん。はい。こんだけ、まあ、めっちゃ薄いのか。ちょっと薄め、まあ、でもこの、はい、でもあえてそうなんですよね。こういうの履きたかったから、はい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 、ちょうどいい。すごいな靴下面白いですね。これはちょっとびっくりだね。僕も見てみよう。で、ヘアゴムですね。ヘアゴム、はいはい。これも安い、100個入って200円。すごくない？黒、茶色、ベージュみたいな感じ、うんうんうん、一番使えるやつですね、うんうんうん、にしてみました。以上ですか？以上です。なるほど。おお、なんか思ってる満足度高い。はいはいはい。ちょっと途中で不安になったこともあったけど、うん、なんちゅう格好してんすか最後。これもなんすかこれ今から走りに行くのかななるほど。じゃあ次回ちょっとスタイリングを。はい、次回はその難しいやつのスタイリングですね。4着ぐらいとかあったかな。ジャンパースカート、はい、スケシャツ、パンツ、パンツとロンパース。あ、ロンパース、こうするといいよみたいな提案になればいいなと思って。そうね、そうね、はい、うん、え、皆さんはどんなシーンの使い方してますでしょうか、うん、私だったらこういう風に使っているとか、はい、スポーツ買ってるとか、はい、あれは使えたよとか、このブランド良かったよ、シーンの中でもあそこ良かったよとか、あ、情報ね、うん、あったら皆さんぜひ書き込んどいてもらえたらなと思います。はい、はい、じゃあ次はスタイリングの回でお会いしましょう。じゃあねー。